はじめましての方もご常連の皆様も、お外に出た際ソーシャルディスタンスを守り、もちろんマスクは忘れずに、トコトコトコっとお家に帰ってきたら手洗いうがいを徹底しております。半ば陽気な引きこもり IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和2年6月12日の NHK のニュースにネット界隈がざわわとなりました。何かといえばこちらの記事。アメリカツイッター社、こちらの関連動17万余りのアカウントを削除、削除、削除。こちらの記事の一部を紹介しますと、ソーシャルメディアの大手のツイッター社は、情報操作を目的として組織的に使うことなどを禁じている社の方針に違反したとして、こちらの関連しているとする17万余りのアカウントを削除したと発表をしましたとさ。つまり、ネット上の、工作員的な活動をしているアカウントをピッピと削除したということです。主体的にツイートしていたのが2万3750のアカウントで、残りの15万のアカウントはそれらを拡散するためのアカウントだと伝えます。日本におけるハッシュタグ検察庁法改正案に抗議しますというあれと同じ構造と見て良いのではないでしょうか。私がこちらの NHK のニュースで注目したのは、しっかりこちら側の反論を載せているところです。その箇所を紹介します。この国の報道官は12日の記者会見で、決定は何を根拠にしているのかわからない、ツイッター社が成果を上げたいのであれば我が国を中傷するために組織されているアカウントを閉鎖すべきだと述べたとのことです。つまりこちらの国としてはツイッター社に対してわけわかめわけわかめと抗議しております。だがちょっと待ってほしい。もちろん両論兵器というのは大切です。ただ肝心の情報が抜け落ちているんです、この NHK の報道には。その抜け落ちている情報とは、もちろんこちらの国に対して都合の悪い情報です。なんでこちらの国に都合の悪い情報は乗らないのかな。 NHK はこちらの国に、こちらのその NHK にとって都合が悪いかもしれない情報を海外の報道から見てみます。こちらの記事はロイターの記事で、概要としては NHK と同じなのですが、こちらと見られるアカウントが何をしていたか、それについて具体的に触れております。ツイッターはこのネットワークについて、香港の政治情勢について誤解を招く情報を流していたため、同社と Facebook、Google、傘下 YouTube が昨年停止したこちらの国政府関連のアカウントとつながりがあると説明した。はい、ジャーナリストの篠原丈一郎先生が H 警告と呼ぶあそこについて、情報工作が行われていたと、ロイターはちゃんと伝えております。さらにロイターはニュータイプやこちらの国から逃れた実業家、さらには台湾に対するメッセージも拡散していたと伝えております。再びロイターに戻りますと、これらのアカウント上でのニュータイプに関する動きについて、感染がこの国の外にも広がり始めた1月下旬に活発になり、3月下旬に急激に活発化したと指摘、総じてこの国のニュータイプ対応をヤッホーイと称賛する内容だったものの、香港やアメリカの活動家に敵意を抱かせるためニュータイプを利用したケースも見られたとのことです。こうしたこちらの国の動きを皆様の NHK は報道しない自由。さらに NHK の記事に戻りますと、アメリカのトランプ大統領などがツイッターでこの国を非難する投稿を繰り返す中、外務省の報道官が自らアカウントを作って反論するなど、ツイッターでの発信にこの国は力を入れていますと、まるでやられたらやり返す、しっぺ返した、違った、倍返しだみたいなね、半沢直樹的な、もう仕方がないからやり返しているんですよと NHK の記事は組み立てております。それでは皆様の NHK とロイターのどちらが正しいか、少なくとも世界の声はロイターの方に近いと言えます。小学校で勉強をやめた私には英語というのはなかなか高いハードルなんですが、文明の発達、科学の進歩というのは素晴らしいもので、機械翻訳でなんとなく書いてることは読むことができます。そこでザ・ガーディアンを引いてみると、はい、ガーディアンの機械翻訳した日本語がこちら。こちらのずっと下の方に行きますと、
現在はですね、アメリカのブラックライブマター抗議に移り、ね、あそこの地域でわーっと起こってる抗議に対して、この国がなんかね、ポカスカジャーンとかってやったとしても、アメリカはもっとひどいことをポカスカジャーンをやってるじゃないか、みたいな、そういった宣伝戦が展開されていたと、ガーディアンは伝えております。そしてさらに特定のハッシュタグをつけてトレンドの上の方に押し上げている動きも確認できるとあります。さらにこのガーディアンの記事の方ではツイッターの中にロシアからのオスコサクイーン的な動きがあったとも伝えております。いずれにせよ皆様の NHK っていうのは一体どこの国の報道機関なんでしょうか。ツイッターのアカウント削除を伝えただけという言い訳は通用しません。なぜなら、なぜ削除されたのか、いわゆるこうね、犯罪系で言うならば、その動機を伝えなければ、事件の概要、全容というものはわからないからです。これではまるで、アカウント削除は伝えたよ、というね、俺、伝えたか、一応伝えましたよ、というアリバイ作りではないかという疑惑が、というより、こちらの国にとって都合の悪い情報なんて、がデフォルト、これが平常モードだし、アメリカのポカスカジャンの運動にこちらの影がちらほらしてるなんて口が裂けてもと、まあ冗談はともかく、日本のマスコミの皆さんやニュースワイドショーというのは特定の国になぜかとっても優しすぎます。令和2年6月12日テレビ朝日の最後の両親と言われる、小松康史アナウンサーが司会を務めるワイドスクランブルにて、この国とオーストラリアをめぐる貿易とか、オーストラリアの港がここに取られちゃった話とかをしておりました。お、珍しいななんて見ていたら、それぞれのコメンテーターは最終的にジッパー人からげに批判しちゃダメみたいなコメントでまるっと収めておりました。もちろんジッパー人からげに〇〇だからバツバツだっていうのはダメですが、あかんものはあかんやろっていう話じゃないでしょうか。もちろん世界中のそれぞれの国がそれぞれの国のためにいろんな国に対して、うちの国いい国ですよと伝えていく、こう宣伝していくというのは健全な外交活動ではあります。ただそうしたよそ様の国の外交宣伝活動が我が国の利益を損ねるものであったり、また我が国の価値観と相入れないものであるならば、それを報じる際にはそこに批判を加える、これこそが国益を下敷きにした我が日本国の報道マスコミの在り方ではないでしょうか。ましてや皆様の NHK は事実上の税金のようなもので運営されている組織です。しかしこうした批判が虚しくなるようなツイートを見かけてしまいました。漫画家の清水智美さんのこのツイートです。温厚な安倍総理が激怒、経団連会長から第一次安倍政権の時のようにこの国に厳しいこと言っちゃダメで、二度と言うね、この国の言うことを聞くだけ支持の条件だと言われたとのこと。これは先日もしもしとお電話をいただいた桜井よし子先生で、もうお電話をいただくと言ったらもうそれはもうほぼほぼマブダチ同然と言って、え、はいはい、白にこう言われました。調子こくでねえと、ごめんなさいと、冗談はともかく、保守界隈の輝ける虚勢であらせられる桜井よし子先生と青山茂春参議院議員が、桜井よし子さんの番組で対談した時のポロリ、青山茂春さんのポロリ発言です。つまり経済界は8年前にこの国の言いなりになっていたということです。そして経済界といえばマスコミの皆さんからすればスポンサー様です。ここに健全な批判すらできない理由をうっかりと見つけてしまいそうになります。さらにこれが我が日本だけではないと指摘するのが、あの川口まーん恵美さんです。令和2年6月12日公開された現代イズメディアの方で、ドイツもすっかりこちらの言いなりで批判すらもできないと報告されておりました。今回ツイッター社は一つの行動に出ました。それはアメリカのドナルド・トランプ大統領のツイートを検閲、違った、注釈をつけたことにより政治的な立場に追い込まれたというより、今まで見逃してくれよとね、このグレーゾーンを行ったり来たりしていたのが、もう明らかに政治的な態度を示さなくならなくなっちゃったとも言えます。
というのは今までツイッターの方も政治的なね、こう関与っていうのをやってきていて、イランの国の選挙を助けるためにメンテナンス時間をずらしてみたり、ツイッターは日本語版の公式ブログで西暦でいう2014年、選挙でツイッターを活用しましょうというブログを公開しております。もちろん健全な利用をしましょうという呼びかけなのですが、こちらで紹介されているツイートはアメリカの前大統領バラク・オバマさんです。もちろんこの2014年当時はオバマさんが大統領だったからという言い訳は一応成り立つのですが、いわゆるリベラル、つまりはこんな人たちがまだまだ元気だった時代、政治的にパワーを持っていた時代、表のパワーを持っていた時代というのは、積極的にネットの SNS の利用を呼びかけていたのがこんな人たちなんです。ところがそのネット SNS をツイッターを活用して生まれたのがアメリカグレートアゲインでおなじみのドナルド・トランプ現アメリカ大統領です。すると今度は何かとね、投稿に規制をかけようとしたり、その方向性にどこかの国の影がちらちらと見えてくる。さらに言えば YouTube で言いたいことも言えないのはなぜか特定の国、特定の方向に限られていて、だからジャーナリストの篠原丈一郎先生もとても表現に苦労されているんです。そして今こうしてネットの空間、日本のネットの空間で起こっているどこかの国からの干渉について、日本のマスコミ、ニュース、ワイドショーは報道しない自由。ついでに言っておけば、ニュータイプが流行り始めたその時、大村秀明愛知県知事、テドロスさん、テドロスさん率いる WHO はインフォデミックといって、今回のニュータイプに関するいろいろな噂や嘘が広まらないようにガーファに呼びかけをした、つまり事実上の言論統制、情報規制を働きかけて、それは常にこちらの国に有利になるようなものだったのではないかという疑惑が、ぬぷ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 。そしてこれにガーファーの皆さんは応じたんです。今我々に残された最後の言論の自由の空間が奪われつつあるのかもかもしれません。世界的なことはともかく、まず我が日本国内で言論の自由を守るために今何ができるか、何が必要かと考えたときに、まずは NHK をぶっ壊す、ではなく、総務省の皆さんには NHK も含めた地上波テレビの放送免許を耳を揃えてお返しいただく、つまりは取り上げてしまう、これこそが最も早道なのではないかなと考える今日この頃でございます。私がこの番組で麻雀牌を使ったり、広告剥がされた、絶望したと真剣にふざけておりますとやるのは、言論の自由を守るための私なりの戦い方です。みんなで情報を共有して、そして頑張っていきまっしょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくっているメルマガの方にも遊びに来てください。私の言論の自由を守る戦い、こちら有料版になってて、こちらでね、ぎゅっとこう支えていただいております。そしてフィードバックの方、何卒よろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。安倍晋三完全勝利説というものが、何モルゲストよって答えたんで、じゃあモルゲストよかって紹介した、赤が勝ち、
羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出したあなた、はい、手を下げて回転します、回転します、少量拳。あ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、気が合いますね。あなたと私で 1,2,3 のトリプルピース。そしてパワーを出したあなた、は、手はそのままに、よろしければご一緒にお付き合いください。それでは本当のバイバイ。